パリ五輪で史上最多45個のメダルを獲得した日本選手団の帰国会見が14日、東京都内のホテルで行われた。過去最多となる8個の金メダルを含む計11個のメダルを獲得したレスリング代表らが登壇し、喜びを語った。会見は選手団会談式に先立って行われ、小形講談長、開会式で騎手を務めたフェンシング女子の江村美咲。男子ブレーキンの s h キックス。 中井茂之に加え、メダリストが66人、江村含む、が出席した。同大会では、日本女子レスリングが6階級すべてでメダル獲得する快挙を達成した。女子53キロ級は、初出場の藤波明が公式戦137連勝で金メダルを獲得。ずっと憧れていた五輪でレスリングできたと充実感たっぷりに語った。 女子57キロ級の桜井つぐみも初出場で金メダルを獲得。夢の舞台で活躍できて幸せだったと振り返り、女子最重量級で初めて金メダルを獲得した女子76キロ級の鏡優香は周りの方の支えがあった。最重量級の金メダルを取れたと感謝を口に、シドニーボリン代表の父、 元木康俊さんの前で金メダルを獲得した女子62キロ級の元木桜は、たくさんの方のおかげでメダルを取ることができた。たくさんの応援ありがとうございましたと感慨深げ、女子68キロ級で敗者復活戦に勝利し銅メダルを獲得した小崎野野は、夢の舞台で戦えて幸せだったと語り、女子50キロ級で銅メダルの須崎由衣も、今回、 皆さんの応援のおかげで気持ちを立て直せたと声援に感謝した。また、男子フリースタイル65キロ級で金メダルを獲得した清岡光大は五輪を通して楽しくできた。勇気や希望を届けられたと喜び、初出場で金メダルを獲得した男子グレコローマンスタイル77キロ級の草加久しも、長年の夢を叶えられてよかったとしみじみ。 男子フリースタイル74キロ級で銀メダルを獲得した高谷大地は五輪でしか味わえないメダル以上に価値のある試合だったと充実感をにじませたリオボリン銀メダリストの樋口玲は男子フリースタイル57キロ級で悲願の金メダルを獲得減量はきつかったですが試合は楽しめたと振り返り男子グレコローマンで1984年のロスボリン以来 40年ぶりの金メダルを獲得した文田健一郎も、3年前から次こそ金という思いでやってきたと、東京五輪銀メダルからこれまでの軌跡を振り返った。日本は金メダル20個、銀メダル12個、銅メダル13個を獲得。総数45個は海外の夏季五輪では最多となった。会見では世界を沸かせた日本を代表するアスリートが大会を振り返った。 アイミボは同署での会談式に出席し、JOC 関係者らに融資を披露する。